ウィンクルをはじめまして。ウィンクルは都電の荒川商工は初めてですか。そう、今日はね、わざわざ来てくださってありがとうございます。続きまして、荒川区にお住まいの皆様にはもうすっかりおなじみですね、荒川区のシンボルキャラクターアラフォーです。拍手をお願いします。アラフォーは去年神宮球場で行われたヤクルトスワローズのファン感謝デーで1回トーランと会ってますね。はい、でもこうして荒川車庫のお客様の前で会うのは初めてかな。で、去年の、路面電車の乗客には、わざまる君が来てくれたんですよね。反応がないようですね。ではそろそろ本日の主人公トーランを呼びたいと思います。皆さんも、一緒にですね、トアランって呼んでもらえますか。いいですか。じゃあせーのでいきますよ。せーの、トアラン。はい、拍手でお迎えください。やばい、はい、皆さん、都電荒川線マスコットキャラクタートアランです。はい、トアラン、今日は1歳のお誕生日おめでとうございます。アラフォーが、はい、ね、そして今日はですね、トアランのためにこんなに大きなバースデーケーキを用意しました。皆さん、このケーキに見覚えはないでしょうか。はい、大きなお友達ありがとうございます。これはですね、昨年、都営交通100周年記念で、運転しました花電車、そちらの花電車に使われていた、ケーキをわざわざトアランのために本日ここに持ってきました。トアラン嬉しいね。はい、それではトアランの、バースデーを、祝うという意味で、ミックアラモー、そして会場にお集まりの皆さん、みんなでハッピーバースデーを歌っていただきたいと思います。よろしいでしょうか。